どうもプロボラーの方です。いつもありがとうございます。今日は巷で話題のムーブメント無限ブラックを投球したいと思います。それでは早速投球したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、さあ、OK。 ピンアクションやっぱいいですね。ハイパーショックテクノロジー、コンディションはですね、メンテ後かなりゲーム数で立ってます。ムーブメント無限がヘビー用のボールではないので、はい、その辺を考慮してノーメンテのレーンで投球しております。もう一度投球してみたいと思います。さあどうだ、いいんじゃないですか。バックエンドの入射角鋭いですね。はい、前作の赤いムーブメントよりカバーストック PS5.0 から PS7.0 に変わったことによりバックエンドが強くなったと書いてありました。はい、もう一度投球してみたいと思います。はい、素晴らしいですね。ピンアクション、ピンアクション、入射角、曲がり、ミディアムぐらいのレーンでこれだけ動けば十分じゃないですかね。しかも色が黒になったことによりちょっと強そうです。もう一度いきます。はい、あーちょっと内側や、はい、ちょっと打ちミスしたらやはり球が出なかった分だけ厚めに行ってしまい4番9番食らいました。さあスペア取れるかな。おー、さすがプロテストで60ゲーム一緒に戦ったスペアボールです。いいですね。曲がりそうで曲がらないでちょっと曲がるというクリアボールの特徴を掴んだスペアを取りました。はい、もう一度打ちミスしないように狙うところは18枚狙います。さあどうだ、 OK、 ピンアクショングッ。いやこれすごくないですか。転がり感といい曲がりといいピンアクションといい、さすがオスクパレルマが日本縦断してるだけありますね。それだけムーブメント無限に力を入れてるということです。はい、もう一度いきます。あー出ちゃったけどセーフ。はい、ジャパンオープンでですね、第4シフトの時にこのムーブメントもちょっと投球してました。動画は A ボール帰ってきてから今撮ってるんですけど、
ジャパンオープンの時にもすごく感触が良くて、遅いレーン手前ちょっと枯れたところで大活躍してくれました。はい、もう一度行きます。ほら、あの天ピン、あの天ピンの飛び方がやっぱハイパーショック特有の横に叩く叩き方じゃないでしょうか。はい、いいですね。ターキースペア、ターキー、はい、フレアも素晴らしいです。さあもう一度行きましょう。おー、天ピン飛びますね、本当にグッ。はい、いい感じです。最後に前回の赤いのも投げたいと思いますが、とりあえずこのゲームは黒だけで投球してみましょう。はい、素晴らしいですね。はい、さあさあ18枚目で良さそうですね。まあ、ちょっと若干薄い薄めの天ピンが飛んでいれば本当にピンアクションがいいボールと言えるんじゃないでしょうか。はい、さあどうだ。あー、薄めすぎた。ちょっと手前から出ちゃいましたね、残念。酒場、はい、カバーカバー。はい、絶好調です。あのスペアボール、ヘキピーに言われて14ポンドにしたら確率がぐんと上がった気がします。はい、さあ手前から出ないように気をつけましょう。ちょっと半分だけやってみましょうか。さあどうだ。 OK、 今のがジャストのストライクですね。ジャスト OK。 さあ、あと2つ、257点まであります。すごいですね。動画初投げ25になるか。はい、半分寄って19ぐらいの、はい、18、19ではいいんじゃないでしょうか。あー、出ちゃったよ、そんなこと言ってるから。あのピンアクション、はい、投球に幅があってピンアクションにも幅があるんで、いい点数出ましたね。やっぱりミディアムぐらいで使うといいボールなのかもしれないです。はい、最後の1球はちゃんとジャスト入れましょう。で、前から出さない。19狙いましょう。あー、出ちゃった。はい、やっぱちょっと手前から出てますね。はい、でも初投げ256点ですかね。初投げじゃないですね、
動画初投げ、はい、256ピンでした。はい、素晴らしい出来だと思います。僕やっぱりミディアムからミディアムドライにかけてすごい重宝するボールじゃないかなと思っております、個人的には。はい、なので皆さんもぜひ試投会行ける方は行ってみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はよろしくお願いいたします。 Facebook、Instagram、Twitter もやっておりますので、そちらもどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。